おめでとう名古屋グランパスの皆さん、おめでとう名古屋グランパスサポーターの皆さん、皆さんに一言お願いします。何回も言ってますけど、皆さんの応援があって、はい、皆さんの勝利だとも思いますので、はい、おめでとうございます。 Not the best, but thank you very much. I'm very proud, of course. I'm very privileged. This is a great memory for me and for my career as a coach. このような賞を取ることができて本当にありがとうございます。これは本当に私にとって最優秀とは思いませんが、このような賞をもらうことができてとても嬉しく思っております。この賞というのはやはり監督人生、このキャリアの中でも素晴らしいものだととても誇りに思っております。このような賞をいただいたことを嬉しく思います。ありがとうございます。ガンバ大阪というクラブに関わっている全ての人たちに感謝すると同時に、一番に家族にやっぱり感謝したいと思いますし、来年はこのような賞を取ったことに恥じないようなプレーを続けていければいいなと思います。今日はありがとうございました。2010Jリーグ得点王はジュビロ磐田、前田良一選手、名古屋グランパス、ケネディ選手です。来年はチームメイトを生かすプレーと自分自身が点を取るプレーを磨いて、さらに強いチームの一員になれるように努力します。 Also a big thank you and hello to my family. Without the support, I don't think any of this is possible. So if you're watching at home, a big hello and I love you all very much. And I wish everybody tonight a fantastic evening and thank you very much. そして家族にお礼を言いたいと思います。もし今みんな見てるなら本当にありがとう。楽しんでください。本当にありがとうございました。J リーグ最優秀選手賞は名古屋グランパス楢崎誠吾選手です。チームメイトのおかげだと思ってますし、僕を支えてくれたいろんな人たちのおかげで受賞できたと思ってます。感謝の気持ちでいっぱいで、どう伝えたらいいかわからないですけど、本当にありがとうございます。ゴールキーパーの僕がこうやって受賞させてもらえるということは、ちょっと価値があると思いますし、すべてのゴールキーパーの励みにこれからなると思うので、その点でもちょっと嬉しいです。素晴らしい賞ですけど、まだまだサッカーをエンジョイしたいですし、試合にも勝ちたいので、そしてJリーグ日本サッカー発展のためにいいプレーをしっかり続けていきたいと、そういう思いでこれから頑張りたいと思います。本日はどうもありがとうございました。